はい、ということで今週も始まりましたハイチのダラダラジオ。今週は3年間の頑張りっていうテーマで喋っていこうと思います。で、今週もですね、今週もだから仕事で今金土日とね、東京で泊まりなんですよ。別々の仕事なんですけど、で今土曜の夜に喋ってるんですが、昨日ね金曜日にエリックス東京っていう教育総合店、教育に関する企業さんがブースを出して、今こういうサービスやってますとか、こういう商品ありますっていうのをこう企業の方がね、その来場していただいてっていう、もうすごいね大きなイベントがあるんですよ。で Google さんは去年と一昨年コロナの関係で出展してなかったんですが、3年ぶりに出展するっていうことで Google さんのところで講演会をさせてもらいました。でそれプラスエリックスの公式の講演会もね急遽開催してもらうことになって、それもやってきたら1日で2公演してきたんですけども、実はこのエリックスの講演、そのコロナでブースを出さなくなる前にも毎年呼んでもらって講演会をしてたんですね。で、まあ、3年ぶりだったんですよ、講演するのが。でこの3年経ってすごいこうお客さんというか聞いてくださる方の反応がやっぱり変わったんですよね。で実は私が Google でいつも喋るときって自分一人で喋るんじゃなくて、うちの担当のね YouTube の担当の女性の方と一緒に登壇するんです。女性の方がファシリテーターになってくださって、自分が答えていくみたいな感じで、2人で講演って今までたくさんやってきたから、もうね結構あうんの呼吸で打ち合わせとかそんなしなくてもいけますみたいな感じぐらいにもう仕上がってる感じなんだけど、だから3年前もそのうちら2人でやってたので、もうね全然違うんですよ。で今回結果的には Google さんのブースが立ちながらね、椅子もあったんだけど立ち見込みで多分40人ぐらいの方かな、40、50人の方が聞いてくださって、で公式講演の方が立ち見含めて300人弱ぐらいの方が聞いてくださるっていう感じだったんです。でそもそもまずこんなにたくさんのね、その生徒じゃないからね、子供たちじゃなくて教育関係の先生だけじゃなくて企業の方とかも含めて聞いてくださる、興味を持ってくださるっていうことがもう奇跡なのよ、3年前とかに比べると。で3年前はまだちょっとだけ知名度がまだ少し出てきたことだったんで足を止めてくださいましたけど、5年前ぐらいかな、初めてエリックス出たのちょっと覚えてないけど、最初の時ねすごかったんだよ。喋っててもみんなリアクションしてくんないし、当たり前だよね、こいつ誰だよっていう、は YouTuber 教育何みたいな感じで、たまたま足を止めてくださった方がもう何人かで聞いてくださるみたいな、だったね。だからまず話をしてる時に人のさ、今マスクしてるから余計にそうなんだけど、目しか見えないじゃん、目からしか情報読み取れないじゃん。だから興味を持ってるかどうか、興味を持って聞いているのかどうかっていうのがやっぱり目にすごい現れると思うんですよ。姿勢とかにも現れるんですけど、それがねもうそもそも違うの、だからねやっぱりこうこのまま5年5年っていう月日が経ってすごくこう変わったなって思ったんです。それは別に今回さ3年の頑張りみたいなタイトルにしちゃってるけど、別に俺だけが頑張るわけじゃなくて、でもねいろんな方がね、いろんな方が頑張ってこういう風なこう空気というか、教育 YouTuber みたいな人にもちゃんと興味を持ってくださるようなこう土壌ができたというかね、なったんだろうなって。でもちょっと自分で言うのもあれだけど、ちょっと褒めさせて、俺も頑張ったでその時は思った、昨日は、俺よく頑張ったなって。この3年いろんなことあってさ、ねえいろんなことあったけど、頑張ってよかったなって。でちょっともっと昔話になってしまうんだけど、私がねまだ本当活動を始めて数年ぐらい経った時に、ちょこっとだけ講演会呼んでくださることがあって、その時ある時にね、ある学校に行った時に自由参加のやつだったのよ。そう、それでね控室から出てきた瞬間に結構広いね教室、なんかなんだろう、昇格室かな分かんないけど、取ってくれてたんですよ。で席は多分全部で100人ぐらいは入れたんだけど、4人ぐらいしかいなくて、お客さん、そうそうそうとかあったのよ。でやっぱ聞いてくださること、自分が話すことに耳を傾けてくれる、聞いてくれる人がいるっていうのって本当に幸せなことなんだよね。
それは講演会とかだけじゃなくて、多分日常会話でもそうだと俺は思っているの。だからなんかそれをね、人って当たり前のハードル変わっちゃうからさ、当たり前ってものがどん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 上がっちゃうと、前は感謝できたことが感謝できなくなってしまう。でもそこの気持ちをちゃんと持ってて、初心忘るべからずじゃないけど、自分の場合だったらそういう時があったんだから、どんなにねたくさんの方が聞いてくれようとも、今もしさやってね、もしかしたら会場によっては一桁しか集まらないこともきっとあるかもしれない、これから。でもその時でも100人集まってくれる、1000人集まってくれる時でも、同じ気持ちでちゃんと自分が伝えたいっていう言葉に思いを乗せて伝えるんだぞっていうのは、なんかね改めて昨日その経験をさせてもらう中で思ったんです。でね、最後この話を、まあ、これが嬉しかったっていう話をしたかったのと、最後やっぱりいつもねちょこちょこ伝えてることではあるけどさ、夢というか目標っていうのは、叶うまで、目標に到達するまで追い求めれば、いつかは間に合う、いつかは叶うと思うんです。あとは寿命が間に合うかどうかよっていう問題だと俺はいつも思ってて、で今回このね変化も3年4年5年っていう月日がもちろんかかってはいるんだけれども、映像で伝えられないからさ、あんまりこう話だけなっちゃったけど、本当に変わったのよ、本当に変わった。だからこれはきっと俺みたいなことだけじゃなくて、みんなを取り巻く環境とかも変化するんだよって、もちろんいい方から悪い方に変化することもあるだろうけどさ、でも今過ごしてる生活ね、しんどい方も多いかもしれないけども、それが永遠に続くわけじゃない。何かの自分が一歩一歩前に進んでいって、ちょっとずつちょっとずつ進んでいって、見える景色を変えていくと、やっぱり違ったもの、違ったもところにちゃんとたどり着くことができるんだよっていうのは、やっぱり声を大にして言いたいんだよね。辛い時ってさ、一生これが続くんだろうなって思うじゃん。そう、でもそうじゃなくて、ちゃんと続くよって、ちゃんとたどり着けるよっていうのは、いつも俺は自分の人生とか生き方が教材だと思ってるからさ、なんかそれで示せたらいいなっていうのをすごく思ったんですっていう自分語りでしたもしかしたらね、これを聞いてくださってる方の中にエディクス講演聞いてくださった方もいるかもしれません。本当にありがとうございました。拙い部分もあったかもしれませんが、自分の気持ち、嘘偽りなく 100% 本気の気持ちをあの場で喋ることができて、自分としてもすごくいい講演ができたなと思ってはいますので、何か一つでも何か少しでも持って帰っていただけたら嬉しく思います。またお会いできるの楽しみにしております。はい、ということで本日もここまでお付き合いいただきありがとうございました。またね、来週日曜日に何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。それでは本日一日じゃないやごめんなさい、ボイシーの最後と間違えちゃった、今週1週間が皆さんにとって良き日になることを心より願っております。また来週お会いしましょう。それじゃあまたね、ブイブイ。そして間違えました。またね。